違います。ありました。で77分です。これ久保です。これ横山から、これ後ろから久保がね、うん、上がってきます。そうなんですよね。ここで横山が持っているところでスルスルっとこの上がってくるタイミング、はい、うん、でその走りながらも次のプレーのイメージっていうのをしっかり作ってたと思うんですよね、はい、ここでファーストタッチしっかりこう前に置いて、利き足ではないですけど右足でねきっちり決めましたね。また前田狙ってきます、うん、これ足閉じちゃうとね今度はあの違うシュートコース